皆さん、こんにちは。今回は東京都知事の小池百合子氏を取り巻く様々な問題についてさらに深掘りしていきたいと思います。小池氏が都知事選に出馬した2016年当時、すでに一部の人々から強い反発を買っていたことをご存知でしょうか。7月のこと、ツイッター上に、明日の朝7時52分、俺は散弾銃で小池百合子をもう殺す、という衝撃的な書き込みが。これを書き込んだのは愛知県に住む40代の男性でした。この殺害予告は大きな波紋を呼び、男性はすぐに警視庁に逮捕されることになります。小池氏はこの事件について記者団の取材に対し、このような脅迫にはひるまず最後まで選挙戦を勝ち抜いてまいりたいとコメント。ネット上の過激な書き込みに屈することなく都知事選を戦い抜く強い意志を見せました。しかし、この一件は単なる一過性の出来事ではなく、小池氏に対する根深い不信感の表れだったのです。事件の背景には、小池氏の政治手法や発言に対する国民の不満や反発が潜んでいたと言えるでしょう。都知事選を制したものの、小池氏の船出は順風満帆とはいかなかったのです。その後、小池氏の学歴に関する重大な疑惑が浮上します。しかも疑惑を告発したのは、かつて小池氏の側近だった人物でした。告発者は、小池氏がカイロ大学を卒業していないのではないかと指摘しています。小池氏本人の反応は、最初は卒業しているわよと即答したものの、卒業証明書を公表すれば疑惑は晴れるはずだと提案すると、それで解決しないから困っているのと言葉を濁したというのです。この告発により、小池氏の学歴詐称疑惑は一気に注目を集めることになりました。疑惑の真偽を確かめるべく、銀行員時代にカイロアメリカン大学に留学し修士号を取得し、以前から小池氏の学歴詐称疑惑を追及してきた作家の黒木亮氏は、小池氏のアラビア語のレベルの低さを指摘し、コーランにも用いられるアラビア語の文語と日常会話で使う口語の区別がついておらず、到底カイロ大学を卒業できるレベルではありませんと断言しました。さらに黒木氏は、小池氏が公表した卒業証書にも複数の不審点があると指摘。卒業証明書では、小池氏の性別を示す敬称や認証代名詞、動詞や形容詞が全て男性形で書かれているのです。しかも証明書に記された学部長のサインも、同時期に卒業した他の生徒のものとは異なっていますと疑惑に拍車をかけました。黒木氏によると、そもそも小池氏のアラビア語のレベルの低さは以前から疑問視されていたそうです。アラビア語にはコーランで用いられる格調高い文語と日常会話で使われる口語の2種類があるのですが、小池氏は文語を話す際にも口語が混ざってしまうことがあるのだとか、カイロ大学を卒業できるレベルではないのは明らかだと黒木氏は断言します。加えて、小池氏が公表した卒業証書類にも不自然な点が複数見受けられるというのです。例えば、卒業証明書に記載された小池氏の敬称や認証代名詞、動詞や形容詞は全て男性形で統一されており、明らかに不自然な日本語分けになっているそうです。また、同じ年に文学部を卒業した学生が受け取った卒業証明書と見比べてみると、学部長のサインが全く異なっていることも判明しました。一体どういうことなのでしょうか。こうした疑惑の数々について、黒木氏は、小池氏が公表した卒業証明書は明らかに偽物の可能性が高い、彼女のアラビア語のレベルも到底卒業できるレベルではない、疑惑は決定的なレベルに達していると断じています。小池氏は当初、私は1976年にカイロ大学を卒業したと断言していました。しかし、疑惑が深まるにつれ、当時のカイロ大学の卒業要件を満たしていたと表現を微妙に変化させ始めました。まるで追及を逃れるために言葉を選んでいるかのようです。こうした状況に
黒騎士は苦々しい表情を浮かべます。カイロ大学の卒業生であれば堂々と証拠を示せばいいだけの話です。証拠が出せないとしたらやはり卒業していないということの裏付けに他なりません。2020年に小池氏のカイロ大学卒業に関する学歴詐称疑惑に迫った女帝小池百合子には、小池氏の元同居人からは小池氏が語学の授業にほとんど出席していなかった、カイロ大学の日本人留学生はみんな小池さんのことを知っていました、でも彼女はほとんど授業に出ず、いつも遊び歩いているような人でしたよ。またカイロ大学文学部の関係者から小池百合子という学生の記録は見つからないとの証言も出ているようです。小池氏がカイロ大学の学籍簿に名前があるのか、この騒動がきっかけで現地の関係者に問い合わせが殺到。しかし当時の記録を調べても小池百合子に該当する学生は見当たらないというのです。カイロ大学を卒業したという小池氏の主張はもはや破綻していると言わざるを得ないかもしれません。こうした証言からも小池氏の学歴に重大な疑義が生じているのは明らかです。小池氏は一刻も早くカイロ大学への留学時代の詳細を説明すべきでしょう。ちなみに小池氏の学歴詐称疑惑を報じた週刊誌週刊文春はカイロ大学に直接取材を申し込んだものの、大学側から回答が得られなかったそうです。文春側が卒業証明書の信憑性について尋ねたところ、プライバシーの観点から個人の情報は一切答えられないと拒絶されたと。なぜ小池氏の卒業の事実を認めないのでしょうか。むしろ沈黙を貫くカイロ大学の対応にこそ不信感が募ります。このように小池百合子氏の学歴をめぐる疑惑は証拠や証言によって深まるばかりです。カイロ大学を卒業したという肩書きが小池氏の政治家人生の大黒柱だっただけに、疑惑の与える影響は計り知れません。果たして小池氏はこの重大な疑惑にどう答えるのか。説明責任を果たし真実を明らかにするよう強く求めたいと思います。こうした中、元東京都知事で国際政治学者の舛添要一氏が自身の X 旧 Twitter で小池氏の政界引退を求める投稿を行いました。学歴詐称疑惑が再燃する中、小池は嘘から始めた政治家人生にもう幕を閉じるべきである、それが日本の国益を守るために不可欠な選択であると訴えかけたのです。さらに舛添氏は今月28日に投開票が行われた衆議院東京15区補欠選挙について触れ、小池都知事が支援した無所属新人が大差で敗れた、1週間前の目黒区長選でも支援した元都議が敗北した、もはや小池の名前だけでは選挙には勝てないと指摘しました。実際東京15区補選では小池氏が全面支援した無所属新人の乙武洋忠氏が大敗を喫しました。乙武氏は小池氏の応援演説も虚しく5位に終わったのです。落選が確実となった後、乙武氏はこのような結果になり責任を感じている、申し訳ないと陳謝、有権者の審判を真摯に受け止める姿勢を示しました。ところがここに来て小池氏に新たな疑惑が浮上しています。乙武氏を助けてほしいと頼み込んでおきながら、いざ敗北すると態度を一変、乙武氏を見捨ててしまったというのです。実は小池氏、乙武氏を支援する際、長年の後ろ盾である元衆議院議員の笹川隆氏に助力を求めていました。ところが笹川氏は乙武氏について女性問題があった、とてもじゃないけど応援できないと拒絶、加えて乙武君がみっともないことになると小池さん自体の人気にも関わるのではと忠告したというのです。こうした経緯があったにもかかわらず、小池氏は乙武氏の惨敗を受けてさっさと見限ってしまった、権力者に取り入るための踏み台として乙武氏を利用していたに過ぎなかったのかもしれません。しかし小池氏の爆弾はこれだけではありません。なんと小池氏の側近が関わる事業で不正の疑いが持ち上がっているというのです。小池氏の右腕として知られる樋口孝明、
千代田区長はかつて小池氏に力を貸してきた人物。その樋口氏と地域住民が今樹木の伐採をめぐって激しく対立しているのです。神田警察通りの町路地を守る会発起人代表の滝本育子氏によると、昨年11月頃神田警察通りのイチョウ並木が伐採されることが明らかに。そこで滝本氏らは伐採見直しを求める陳情や活動を続けてきたといいます。しかし区側は地域住民とは長年議論を重ねてきたと主張。議会でイチョウ伐採を含む整備案が可決されたことを理由に強硬姿勢を崩しません。滝本氏は議論したのは一部の商店主や町会長だけ、私たち住民は全く知らされていなかったと憤ります。こうした中、今年3月区側が住民の立ち入りを禁じる仮処分を地裁に申請。仮処分は認められ、今月に入ってイチョウの伐採が強行されているというのです。滝本氏は区は工事再開の際には連絡すると約束していたのに、それも反故にしたと涙ながらに訴えかけました。またこれとは別に、東京五輪のレガシーを活用したレインボーライドというイベントでも不正の疑惑が浮上しています。日本サイクリング協会幹部によると、このイベントは昨年6月住民監査請求の対象に、予算規模は約10億円と巨額で、自転車イベントにしては多すぎるというのです。イベントを企画運営する実行委員会と委託先を選ぶ選定委員会は別組織でありながら、どちらのトップも元 F1 レーサーの片山右京氏が務めていた上、片山氏が会長を務める団体の運営会社が事業の一部を請け負っていたことも発覚。自分も昨年警視庁から事情聴取を受けたと明かす同協会幹部片山氏と、当時都議会文教委員長だった白戸太郎都議、都民ファーストの会との癒着が疑われているようです。白戸都議は小池氏の側近中の側近、オリンピックに絡んだ利権にも小池氏の影がちらつくと見る向きは少なくありません。かつては緑の狸と称され、数々の権力者を籠絡して出世してきた小池氏。しかし今やその本性が白日の下にさらされつつあります。学歴詐称疑惑に加え、政治手法への批判、相次ぐ選挙での敗北、乙武氏の見捨て疑惑、そして側近の不正疑惑、参戦を目指す小池氏の前途には黒い雲が立ち込めているのです。ここで小池氏の学歴詐称疑惑について補足しておきましょう。週刊文春の取材班は、小池氏が1976年に卒業したとするカイロ大学に卒業生名簿の開示を求めました。ところが大学側はプライバシー保護の観点から個人情報は一切答えられないと回答。小池氏の卒業記録について確認できなかったというのです。またカイロ大学の関係者も取材に対し、記録を調べたが小池百合子に該当する学生は見当たらないと証言。まさに小池氏の学歴疑惑に決定打を与える取材結果だったと言えるでしょう。一方、小池氏はこれまで1976年にカイロ大学を卒業したと公言してきました。しかし疑惑が深まると、当時のカイロ大学の卒業要件は満たしていたと表現を変化させ始めたのです。まるで追及を逃れるために言葉を選んでいるかのようではありませんか。またアラビア語の専門家からは、小池氏のアラビア語のレベルはカイロ大学卒業レベルにはないとの指摘も。格調高い文語と日常会話の口語の区別もつかない初歩的なミスを犯しているというのです。これではカイロ大学を卒業したとは到底思えません。さらに小池氏が公表した卒業証明書にも不審な点が次々と浮上しています。性別を示す敬称や認証代名詞が全て男性系で記載されていたり、学部長のサインが他の卒業生のものと一致しなかったりと、偽物である疑いは濃厚と言わざるを得ません。カイロ大学の卒業生であれば堂々と証拠を示せばいいはずだ。証拠が出せないということは卒業していないことの裏付けになる。黒木氏は小池氏の説明姿勢にも疑問を呈しています。また
同時期にカイロ大学に留学していたという女性の証言も明らかになりました。小池さんはほとんど授業に出ず、いつも遊び歩いているような人だった。まさに決定的な証言ではないでしょうか。このように様々な証拠や証言が小池氏の学歴詐称を裏付ける中、彼女は未だ沈黙を続けています。国民の代表であり、都民から負託を受けた都知事である以上、疑惑には真正面から答える責任があるはずです。小池氏にはカイロ大学留学時代の詳細を説明し、卒業の証拠を示すよう強く求めたいと思います。嘘偽りのない説明なくして都政の舵取りを任せることはできません。これまでの小池氏は女性初の総理大臣を目指すと公言してきました。しかし、もしカイロ大学卒業が虚偽だったとすれば、その野望も砂上の楼閣と化すでしょう。嘘つきは泥棒の始まりということわざもあります。嘘から始まった政治家人生に未来はないのです。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。